田中雅彦は、東京都出身の空手屋。日本空手協会八段、全副主席師範、現技術局顧問、医薬府世界大会の第1回、2回の優勝者。東京都出身。父親の仕事の都合で、小学生、中学生時代は、日本各地へ転校を繰り返す。中学時代は柔道に明け暮れ、高校1年を、 京都の立命館高等学校で過ごした後、2年生から東京の日本大学鶴ヶ丘高等学校へ転校、ラグビー部を創設し右のロックで活躍する。日本大学経済学部にラグビー推薦で入学、大学1年生の時に父親を亡くし、林業を専門に勉強するため2年生の時に、農獣医学部に、天部、在学中に日本、空手協会本部の四谷道場に通う。 日本大学空手部にも入部、大学卒業後会社員となり、その後31歳の時、空手の指導員としてデンマークに渡った。デンマークに4年滞在した後35歳で正式に協会の指導員となる。1980年の第3回医薬府世界大会の団体部門優勝を最後に一時引退、46歳で復帰し、 第29回全国空手道選手権大会でベスト8になるなど日本空手協会が主催する選手権大会で活躍し覇者と称された。上道は59歳より始め、後部官松村重工場道藩士8段に支持している。ABCD 副賞同実録喧嘩の鉄人。ありがとうございます。